突然フェアリーテイルが解散した。夏も勝手に修行の旅でどこかに行っちゃうし、私はしばらく現実を受け止めることができなかった。あれから1年、ギルドの仲間はそれぞれの道を歩き始めていた。私も週刊ソーサラーの編集学校の見習いとして働いている。でもフェアリーテールを忘れることなんてできなかった。だから記者になったんだ。バラバラになったみんなの情報をできるだけ集めた。この1年ずっとみんなを探してた。もう一度集まるために。今日は大魔党演舞。当然フェアリーテールは参加してない。優勝者も八百長で決まりそうだった。でもそこで誰も予想できない番狂わせが起こる。新たな挑戦者の出現。その熱量は凄まじく、服だけじゃなく会場も溶けてしまいそうなほどで。何なのこの熱。熱？久しぶりルーシー。ハッピー、これって。いやー、夏がどうしても大会の優勝者と戦いたいって言うからさ。久しぶりだなルーシー。元気？この時私の中で声がした。フェアリーテールはまだ亡くなってなんかいないって。よく釈放されたわね。ルーシー、お前一人で見物してたのか。なんでフェアリーテールは参加してないの？そっか、知らなかったんだね。フェアリーテールが解散？なんで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 ？あんたたちが出て行った次の日。なんで解散したんだ？それが私にも全然わからなくて。じっちゃんどこにいるんだ。ぶん殴る。いや、髪をむしってやる。おひげは残してあげて。マスターは行方不明なの。他のみんなは？エルゾは？グレイは？それに、みんなそれぞれの道を進んでる。信じられねえ。みんなギルドがなくなって平気なのかよ。どうだろう。だってそうだろう。じっちゃんが解散って言っても反対すればよかったんだ。ラクサスあたりが次のマスターやればよかったのに。夏にそんなこと言う資格あるのかな。ああ、夏だってギルドのことなんて考えてなかったじゃない。誰にも相談しないで勝手に旅に出ちゃうなんて。ごめん、夏とハッピーにもいろいろ考えがあってのことだったんだよね。きっとマスターや他のみんなもそうなんだろうな。おお、ここがルーシーの家か。クロッカスに住んでるんだね。こっちの方が職場に近いからね。どうせ泊まるとこないんでしょ。うちに泊めてあげる。おお、神よ。ホイトルーシー、絶対に物壊さないでよ。それと私の寝室には入らないでね。ハッピー。はい。ギルドなくなっちまったのか。信じられないね。よし、寝てるルーシーの顔に落書きしに行こう。ペンの準備は完了であります。寝てる寝てる。ナッツ、起こさないようにね。ん？なんだこれ。みんなの居場所すごく細かくメモしてあるよ。目撃情報とか日付とか。ルーシー、何これ？なんで朝っぱらから私ん家の前に軍隊がいるのよ。
もう嗅ぎつけてきたのか。はい。あんたらの仕業？いたぞ！あいつが犯人だ！なんで私まで？何したのよ、夏！フェアリーテイル復活の呪しを上げてきた。目立つとこにド派手にな。大丈夫、炎はすぐに消える炎だから。そういう問題じゃないでしょ。フェアリーテイル復活って言ってもできるって信じてるんだろ。みんなを集めてギルドを復活させるんだ。来いよ。ここにしましょう。行くぞ。まずはここから南東に行くとマーガレットの町に着くわ。そこはラミアスケールのある町なのね。リオンとジュラのとこか。腕試しにはちょうどいいな。うん、そのラミアスケールにね、誰がいると思う？何やってんだあいつ。ウェンディ以外にも他のギルドに入ってる人はいるわよ。だって仕事は必要でしょ。そうじゃなくて、なんでステージの上でフォエバーしてんだよ。ああ、これね、ラミアスケール感謝祭。マグノリアの収穫祭みたいなものでね、町の人々とギルドの一体感を高めるお祭りなの。ウェンディを正しい道に連れ戻すぞ。間違ってるわけじゃないでしょ。あれ、そういえばシャルルは？そろそろ来る頃だと思ったわ。ナツ、ルーシー、そしてオスネコ。あら、ごめんなさい。ハッピー。ウェンディ、客だぞ。ナツさん、ルーシーさん、ハッピーも。ちょっと背伸びたか？いえ、全然変わってないです。そっか、じゃあ連れて帰るんで。おい、フェアリーテイル復活ですか？皆さんをもう一度集めて。この1年、マスターも行方不明。きっと解散の謎に関係してると思うの。マクロフ氏のことは評議員でも問題になってるらしいな。評議員？嫌な響きだ。なくなっちゃったんじゃないの？そっか、あんたたちずっと山ごもりしてたから知らないのね。1年前、聖天大魔道が集まり評議員を再結成したんだ。ジュラさんもそこに。聖天の魔導士が評議員か。強そうだな。じゃあマスターも。そのはずだったんだけど、行方をくらましちゃって。逃げたんじゃねえのか。面倒そうだし、とりあえずじっちゃんは置いといて俺たちと来いよ、ウェンディ。私はラミアスケールの魔導士です。ナツさんたちとは一緒に行けません。ウェンディ、すみません。俺たちに遠慮することないぞ。この時が来るのは分かってた。どういうことだよ、ウェンディ。ウェンディが決めたことよ。無理強いはやめてくれる？シャルル、なんで人間なんだろう。なんで人間なんだ。なんで人間なんだ。これ変身魔法よ。
覚えたの。この姿ちょっとだけ魔力が上がって予知魔法の力が強くなるの。どうかしらハッピー。オイラだけ修行して修行してお魚を少し我慢できるようになったよ。何の修行してたのよ。ねえウェンディ、昼間のこと。うん、私はどこにも行かないよ。シェリーさんが結婚して出て行っちゃったもんね。私まで出て行っちゃったらシェリーは一人になっちゃうし。一人じゃないよ。は？私にはラミアスケールのみんながいる。愛するギルドの仲間が道場で一緒にいてもらうなんて友達じゃないと思うな。ギルドの方、民を避難させろ。何の騒ぎだ。見ての通りモンスターの群れが突然町に押し寄せてきた。魔導士ギルドオロチノフ、何年も前からずっと犬猿の中のギルドよ。モンスターを使って襲ってくるなんて落ちたね、オロチも。きっとジュラさんがいなくなるのを見計らって感謝祭で油断してるとこを疲れたわね。おのれ、このままでは町が壊滅する。そこを叩きたいが、あの数では近づけない。ソラナ、飛びまーす。手を貸してくれるのか。おうよ、燃えてきた。行くぞハッピー。アイサー、ごめんね、ナッツ。シェリア、お願いハッピー、このまま。はい、私たちでラミアスケールを救うんだよ。うん、ハッピーが誘拐された。すごいモンスターの数。これが全部マーガレットに。町の防衛はリオンたちに任せよう。ナッツさんたちもいるしね。私たちはオロチの本体、魔物使いを叩くわよ。ごめんねハッピー。ううん、シェリアは軽いよルーシーより。そうじゃなくて、私どうしても自分の力で街を守りたい。
くの？ハッピーを取り戻す！よっしゃ！一応行くか！カリューのゴー！もう終わりか！暴れ足んねえぞ！もう夏ったら勝手に行っちゃうなんて。ルーシー、力を貸してくれ。町に侵入したモンスターを倒さねばならん。あたしだってこの1年で強くなったんだから。行くぞ。そうだ、すごいな。ハッピーを盗んだな。ごめんなさい。なんつ、今はそれどころじゃないの。話は後だ。まずこいつらをぶっ飛ばす。モンスターは全部倒したようだな。リオン、それにルーシー、オロチノフィンは降参したわ。夏のお手柄ね。これで終わり。暴れたりね。十分暴れたよ、ナイツ。一緒にいなきゃダメだよ。え？愛してるでしょ？
え、そんな、私は、そういうのじゃないと思う。憧れとか、お兄ちゃんみたいな。それも愛だよ。行かなきゃ後悔するよ。ウェンディを愛してるから、フェアリーテイルを愛してるからここまで来たんだよ。私、素直になってウェンディ。ギルドが違っても私たちはずっと友達。シェリア、友達だよ。長い間お世話になりました。元気でな、ウェンディ。私も一応礼くらいは言っとくわ。本当に、なんて言ったらいいのか。私、自分勝手で、ね、元からそういう約束でうちに入ったんだろ。そうだったのか。フェアリーテイルが復活するまでお世話になるってね。ウェンディもシャルルもフェアリーテイルのこと忘れたわけじゃないんだ。ウェンディは泣き虫だな。待って。フェアリーテイルの復活頑張れよ。グレイによろしくな。そういえば足取りがわからなくなってるのよね。元気でね、ウェンディ。シェリアも。もう泣いていいぞ。泣かない。私も。フェアリーテイルが復活してほしいから。ラミアスケールを後にした私たちはアメフラシの村でジュビアと出会った。そこでグレイがゼレフを崇拝するアバタールに属していることを知る。グレイはフェアリーテイルを忘れ、END を倒すことに執念を燃やしていると思ってたけれど、そんなことは一切なく、アバタールを壊滅させるために潜入捜査をしていたんだ。そしてグレイはエルザと連携し、ついにアバタールの真の目的を突き止める。ゼレフの権限、刀身、戦つなぎを召喚し、信者の魂を捧げることでゼレフを呼び出そうとしていたんだ。デカさだ。何なのよこれ。ヤクマ18頭身の一人を召喚したというのか。これが浄化作戦。なんてひどい。ふざけるなよ。仲間の命、なんだと思ってやがる。カリューのゴーアームズ。
愛が精霊を強くするレグレスインパクト。アイスメイク、アイスブリンガー。同じ目的に一緒に進んでいく同士だ。いや、目的なんか違くてもいい。一緒に笑って、時には支え合って、互いが互いを信じ合えるようになり、そういう絆がいつも俺を救ってくれた。見ての通り、評議員だ。うにゃばかにゃ。レビィちゃん、ルーちゃん、噂には
聞いてたけど本当に評議員やってるんだね。久しぶり。ルーちゃんこそ記者やってるんじゃなかったっけ。なんでこんなとこに。レミとリリーかと、ガジルに似た人。喧嘩売ってんのかこの野郎。いやあのガジルさんが評議員のわけねえし。不意打ちを探してる時、木のじいさんに誘われてな。ウルトさんが。こうしてギルドの上に立つことになった。ちなみにお前も逮捕だ、サラマンダ。目つきが悪い罪でな。お前は格好がエロい罪で逮捕。ジュビアはジトジト罪で逮捕。ジトジト？お前は魚食いすぎ罪。美味しさは罪だったのか。お前はなんかその存在がなんとなく逮捕だ。え、何ですかそれ。お前は言わなくてもわかるよな、グレイ。俺は甘くはねえぞ。貴様、ガジルに似てるくせに随分と調子に乗ってるな。俺はガジルだ、本物のな。いや、あのガジルさんが評議員のわけなかろう。実は本物のガジルだ。何？本気で偽物だと思ってたの？ならば話は早い。アバタールの浄化作戦を止めたのは我々だ。いや、もっと言えば。分かってるよ。グレイのおかげで俺たちもここまで来れた。感謝している。しかし迷惑かけたことに変わりはねえ。すまなかった。ジュビアはグレイ様が無事ならそれでいいです。俺たちが揃えば無敵。またみんなで一緒に戦えるなんて。少し大きくなったか、ウェンディ。いいえ、全然変わってません。なんかギルドにいるみたいだね。このメンツが揃うとね。こういうの久しぶりだな。さあ、私たちの勝利だ。活動気を上げろ。なんだよ、心配して見に来てみたら。この大群をあれだけの人数で片付けるとはな。かなわねえな。いやー、ああして揃うとやっぱり壮観ですね。はい、プロもそう思うでしょ。あれ、フロッシュがいない。ん、何混じってんだ。のお前、セーバーのとこのフロッシュじゃねえか。クロム様、なんでこんなとこにいるんだよ。なんでだろう。ああ、あいつ約束破ったな。グレイにフロッシュは殺される。だから約束しろ、お前もフロッシュも絶対町から出るな。こいつ、改めて見ると可愛いよな。なんか癒されるな。気持ちはわかるが、その締まりのない顔をなんとかせんか。だってよ、恋がたきですか、あなたが。夏、僕には弟がいたんだ。だけど生まれて数年でこの世を去った。僕にはどうしてもそれが解せなくてね。生と死の研究を始めた。そして死者を蘇らすリバイブシステム、時を超える扉、エクリプスの理論を作り上げる。でも魔術学院では死者復活は危険思想だとされ、僕は退学を告げられたんだ。ひどい話だよね。弟は生き返れないと言われて僕は動揺した。気がつけば
学院の先生も生徒もみんな死んでいた。アンクセラム神がお怒りになったんだろうね。僕に矛盾の呪いをかけた。生命を尊く思えば思うほど周りの者が死んでいく。それを抑えるには生命を尊く思ってはならない。そして僕自身は不老不死にされてしまった。大勢の命を奪ってしまった罪悪感に苛まれ、一方で無限に研究できるという充実感を持っている自分を嫌悪した。そんな思考の迷宮を何年もさまよった後、僕は死にたいと願った。そして魔術の中でも一番の禁忌、生命の構築を始める。それは僕を殺せるほどの悪魔の創造。後のゼレフ書の悪魔、当時はエーテリアスと呼んでいた。魔法を形成するエーテルによって作り出した生命だからね。だけどどの悪魔も僕を殺すには至らなかった。そして最後の意味を込めて作り出したのが君だよ。エーテリアス・ナツ・ドラグミル。作ったなんてひどいよね。君はもともと人間だ。肉体があった。そう、ずっとこの日のために大切にしていたんだ。弟の体を、僕は最強のエーテリアスの創造と弟の蘇生、二つを同時に手に入れたんだ。僕はゼレフ・ドラグニル、君の兄さんだよ、夏。君がイグニールの元へ行った経緯や僕とメイビスの関係はまたの機会に話そう。今日はこれから人に会いに行く用事があるんだ。人なのかな。まさか本当に会ってくれるとは思わなかったよ。やっぱり普段はその姿なんだね。腕の怪我はどうだい、アクノロギア。何の用だ、黒魔導士。君は破壊を望む。しかし小食だ。その気になればこの世界をも支配できる力を持っているというのに、君はそれをしない。君の行動理念は不明な点が多い。ウヌも似たようなものだろう。僕はずっと迷ってきたんだ。傍観者でいた。人間につき君と戦うか、君につき人間と戦うか。だがその二極論が間違っていたんだ。人間も君も僕が殲滅する。それが僕の使命だったんだ。待っているのだろう、本気になれる相手を。僕が君を本気にしてあげよう。待っているがいい。ドラゴンと不死者と人間の最後の戦いの時を。この先だぞ。私この先へ行くのが怖い。突然夏が現れてフェアリーテイル復活だっていう話になって、私ちょっと舞い上がっちゃって。1年間1回も連絡取ってなかった仲間たちに手紙を送ったの。
フェアリーテイルを復活させるためにマグノリアに集まろうって。冷静に考えればみんなそれぞれ自分の道を進んでる。私たちの思いがみんな一緒かはわからない。みんなもうギルドのことなんか忘れてるかもしれないし、私1年くらいで忘れるかよってんだ。カナ、よお夏ハッピーシャルル。あ、ウェンディ、ちょっと大きくなったんじゃない？いいえ、特には。いや、この1年は私にとっても充実してたね。とりあえずギルダーツでも探そうと思って旅してたんだ。みんな似たようなもんだろ。特に私はガキの頃からギルドにいたからね。突然解散なんて言われても意味わかんねえっつうか、どうやって食っていくのかさえよくわからなかった。まあいい人生経験にはなったよ。みんな違和感みたいのは持ってたんだ。だから連絡する勇気もなかった。それをお前が打ち破ってくれたんだ、ルーシー。来いよ、みんな待ってる。おう、ルーシー、手紙読んだぜ。みんな久しぶり。ロメオ、元気だったか？オートじゃ派手にやったんだってな。ナツさんのですね。私も見たかったです。ルーシー、週刊ソーサラー読んでたよ。ルーシーのグラビアばかりだったな。記事も書いてたよ。なんだかんだでみんなルーシーのこと気にしてたんだな。みんな、ただいま。ギルドここに復活、俺たちがフェアリーテイルだ。